明日役に立たない文房具雑学9000。鉛筆を初めて使った日本人。鉛筆を初めて日本で使ったのは徳川家康、ホッチキスさん。日本でこの文房具はホッチキスと呼ばれているが、ホッチキスは個人名。コンパスの呼び方、コンパスのかつての呼び名は分回し。物差しと定規の違い。物差しは長さを測るためのもの、定規は直線を引くためのもの。マニア向け3色ボールペン、広島カープのグッズとして販売されているこのボールペン、3色のラインナップは 1.0mm の赤、 0.7mm の赤、 0.5mm の赤。ボールペン文字の寿命、油性ボールペンの場合は50年、水性ボールペンの場合は数百年。ペンシルの語源、ペンシルの語源は尻尾。ラーフル、黒板消しをラーフルと呼ぶ地域がある。暇な時にやるあれ、ペンを上下に揺らすとグニャグニャに見える現象、正式名称はラバーペンセルイリュージョン。